はいはい。皆様大変です。これガチのニュースです。なんと北朝鮮がですね、大暴挙でございます。え、韓国と北朝鮮の国境沿い、あの、この軍事境界線沿いにですね、なんと壁を作ってます。壁を建設中です。要するにあのベルリンの壁です。まさにベルリンの壁だよね。民族を分かつ壁だから、まさにベルリンの壁ですよね。いや、大変なことになってきましたよ、これ。あの、キャブねャ、あの、あのうんこ爆弾、あの、うんこ爆弾、うんこ風船から始まったですね、韓国と北朝鮮のさかいがですね、え、ついに壁の建設、壁の建設にまでですね、発展してきてしまいました。どう どうも、闇のくまさんでございます。いやね、北朝鮮と韓国ね、最近またですね、バチバチやっとるなとは思っていたんだけれども、これね、あのー、うんこ風船、あの、うんこ風船は有名な話じゃないですか。これ、もともとですね、あの、韓国側からですね、北朝鮮に対して、え、キム・ジョンウンはアホであるっていうですね、すごいビラをですね、北朝鮮にバーッとばらまいたいんだね。で、これをふざけるなとした北朝鮮がですね、あの、自分のうんこをですね、あの風船に詰め込んでですね、まあ送ってきたと。まあ、あの、人盆はね、あの人粉、ね、人盆はね、まあね、あんまり含まれてなかったんだけど、あの、あの北朝鮮は貧乏な北朝鮮の中ではですね、人盆っていうのはですね、大事な 大事な肥料でございますので、なんか、そんなにね、ゴミとして飛ばすわけにはいかんから。まあ、人分はほとんど、超、超わずかでですね。あの、ほとんどがですね、あの、ゴミとか汚物がですね。あ、詰まった風船がですね、韓国に飛んできていた。これはすっごい有名なニュースでございますよね。で、そこからですね、また事態は進展してですね、これね。超、お互いにですね。超、でっかいスピーカー。超でっかいスピーカーをですね、お互い取り付けてですね。韓国のアホと、北朝鮮のうんことですね。あの、そういうね、罵り合いをやっていた。え、最近はですね、これね、あの、日本と韓国とアメリカがですね、あの、軍事演習。 なんだっけバリア、そう、これだ。えー、バリアントシールドっていうですね、あの、軍事演習をですね、あの、北朝鮮に対抗するためにやっていてですね、まあ、北朝鮮これにね、めちゃくちゃ怒ってたんですよ。まあ、あそゃそうだわな、北朝鮮が持ってる兵器からすると、こんなお前アメリカが持ってきてる兵器なんで、こんなもんまともに使われたらですね、北朝鮮勝てるわけございませんからね、もうあとは核ミサイルと一緒に自爆するしかないみたいな状況になりますからね、ずっと怒っていたんだけど、ここからついに壁建設、えー、壁建設に行っちゃったんですよね。で、ちょっとね、これね、どこに作ってるとかを先に言っておくとですね、えー、これ下が韓国、 でね、このね、赤色がですね、これ軍事境界線、これ急戦ラインとも呼ばれるところですよね。え、ここがですね、あのね、あの、まあ、韓国とですね、あの、北朝鮮の国境沿いみたいな感じになってるわけでございますわな。で、そこをね、のね、前後2キロ、前後2キロのこのオレンジの部分、ここね、非武装地帯というふうに感じな <coughs>、と呼ばれておりまして、ここにはですね、人間が立ち入ることを基本的には禁止されてるんですよ。で、しかもですね、地雷が200万個、200万個ってなんだよ。地雷が200万個ですね、このオレンジ色の部分には埋まっていて、ここは非武装 自体としてですねこれねあの,の,のね、DMZ の中に壁作ってるらしいんですよ。あの、このオレンジ色のね、ど真ん中あたり、これ、これね、前後2キロ、前後2キロで、まあ、だいたい、だから、およそ4キロあるんだけれども、この北朝鮮側に1キロ行ったあたりにですね、えー、壁をですね、今、建設中みたいでございますと。いうのがですね、今回のニュースなんですよね。ちょっとね、毎日新聞がですね、これね、概要を書いてくれてるから、まずはこっちを読んでいきましょうか。行きますよ。北朝鮮が韓国との軍事境界線に壁を建設中でございます。 え、反統一協調が狙いかというお話ですね。はい、北朝鮮がですね、韓国との軍事境界線の付近で、なんと南北を仕切る壁の建設を進めている可能性があると。え、韓国のですね、主要メディアが15日、え、軍、えー、軍の当局者の話として伝えました。え、北朝鮮のですね、え、キム・ジョン、朝鮮労働党総書記はですね、長年にわたる、え、朝鮮半島統一の方針を放棄して、ね、 北朝鮮と韓国の二か国論を今、唱えているとね、あの、あのあのあのムン・ジェインなんかね、あの韓国の前大統領、ムン・ジェインなんかは、統一だって言ってたんだけれども、結局ね、そんなこと考えてるのね、あのね、ムンムンだけだったのね、これね、北朝鮮はもう統一なんかいらないとか言ってるじゃんね、えー、この二か国、二か国、二、えーえー、国家論をですね、はい、あの、キム・ジョンは唱えており、えー、壁によってですね、反統一の強調を狙っている可能性もあると、もうお前らとは別の民族であると、いずれ征服してやるからな、そういう意思が、まあ、ひしひしと伝わってくるよね。えー南北のですね 軍事境界線は、えー、東西約250キロに及び、ね、え、それがね、さっき見せた、えー、この、この赤の線ですね、これが軍事境界線、えー、急線ラインとも呼ばれる場所ですよね。これが南北に250キロに及んでいるんですね。はい、そしてですね、えー、その北側と南側にはですね、およそ幅2キロの、さっき言った非武装地帯ですよね、えー、DMZ が設けられております。えー、韓国軍はですね、えー、軍事境界線から北に約1キロの地点での、で、壁の建設と見られる作業をするですね、兵士らの姿を確認しました。えー、それがこちらでございますよね。えー 朝鮮日報だからね、あの1、一、一箇所じゃないですよ。一箇所じゃないのよ。あの、ここで作ってますだけではなくて、このね、三箇所で作っていて、三箇所から作り始めていて、もうそのうちね、多分ね、一つの大きな長い壁、本当にね、あの、万里の頂上とかですね、ベルリンの壁みたいな状況に間違いなくなりますね、このまま行ったら。だから騒いでるのよ、みんな。 はい。えっ、ー、とね、進められていると、えー、建設が進められていると報道しました。一方、連合ニュースは、冷静時代に、えーえー、東西のドイツをですね、えー、分断したベルリンの壁を想起させる長い壁を作っているのか、一部の場所に、えー、警戒施設を建設しているのかは、さらなる分析が必要であるという形で伝えていると。えー、9日にはですね、シャベルなどを手にした、えー、北朝鮮軍のですね、兵士10人以上が一時、軍事境界線をですね、韓国側に超えるという事案が発生した、えー。壁のですね、建設作業と関係があると見られているという形で、これ 多分ね、ガチで壁なんですよ。普通の建物であればですね、こんなに騒ぎになりませんからね。はい。そしてですね、本気で騒いでいる、えー、韓国のニュースでございます。朝鮮日報、いきますよ。北朝鮮急戦ライン付近に壁を建設。えー、キム・ジョン総書記の反統一政策で国境線を設置する気であるとね。ベルリンの壁を設置する気であるとね。えねなな、なんだろうあ、なんだっけ、何 <laughs> だう、何だっけ、何だっけ、何だろう、何だっけ、何だろう、何だっけ、何だろう、何だっけ、何だう、とですね韓国はう、族。 であると。 いう話になってくるんだよね。いきますね。え、九戦ライン付近で北朝鮮が新たに壁の建設を開始して、韓国軍が状況を詳しく把握中であることが14日までに分かりました。え、韓国のですね、国防部のあるですね、幹部は同日、え、北朝鮮軍は最近、東部、西部、中部の3カ所の各戦線のえ軍事境界線から、え、北に一約1キロほど離れたラインに沿って、兵力と装備を投入して、どうも壁を建設しているようであると。え、その作業の予想をですね、え、韓国側の監視機器で補足をしたと明らかにしました。 それがさっきお見せしたこちらですよね。これ明らかにこの高さ、この状況ってこれ、これね、万里の頂上的な壁だよね、これ。これ絶対そうだと思うよ。 えっとね、そしてですね、えー、軍事境界線とですね、えー、北朝鮮軍の、えー、最前線部隊のです、最前線部隊かの、えー、鉄柵の間にですね、壁を建設中と見られますと、えー、昨年末のですね、朝鮮労働党全員会議の際ですね、えー、北朝鮮のですね、金正恩総書記は、南北関係について、ね、えー、同族関係ではなく、敵対的な二国間関係であると、要するにもうお前らとは本当に同じ民族じゃないとはっきり言っちゃってるんですよね、として、反統一政策の方針を明確にしましたが、その後、物理的にも壁を建設して、 南北間の国境線をですねの設置にですね乗り出したと考えられるとえ韓国軍のですね合同参謀本部はですね同日北朝鮮による壁の建設の動きについて韓国軍は北朝鮮軍の活動を綿密に追跡監視しておりまして格好悪ですね軍事的な備えを維持しながらえ国連軍司令部ともですね緊密に協力を続けているとする一方ですね北朝鮮軍の活動については追加の分析が必要でこれに対する韓国軍の対応はえ作戦中のですね兵士 の安全確保のたためえ説明は制限されているとコメントをしましま韓国軍はですね、北朝鮮による壁の設置の動きをですね、詳しく鑑賞しながら、その意図などについてもですね分析を行っているという状況でございますえここ。今月の9日にはですね、十数人の北朝鮮軍のですね兵士がえ、中部戦線の非武装地帯、さっきはお伝えした DMZ ですねえ、で作業中、軍事境界線をですね、なんと50メートルほどですね、韓国側に侵犯してしまうということがありました。 見られれますとねちょちょやばいよこれ本当に、うんえー、当時ですね、北朝鮮軍はシャベルやツルハシなどの作業道具を手にしておりまして、韓国軍のですね、警告放送や警告射撃によって、直ちに北側に戻りました、えー。北朝鮮はですね、壁と北朝鮮の内部をつなぐ戦術道路もですね、同時に建設をしているようであると、なんか、なんか、ガザの内部みたいな感じになってきてんのかななんかそんな感じだよね、これ。うん

国は味方ではない敵であると、境、え、界、ー、地域におけるな、えー、北朝鮮と韓国の連携の全ての条件を撤廃して分離をするため、えー、段階ごとの措置をですね厳格に実施しなければならないなどの考え方を示しました。えー、北朝鮮がですね軍事境界線の鉄柵に加えて今回壁まで建設を始めたことは、これ鉄柵はあるんですよ。あのね鉄柵っていうか鉄柵とですね鉄条網に、えー、こう巻かれたですね長い壁みたいなものはあるんだけれども本格的な壁っていうのはなかったんだけれども今回はその本格 的な壁を作り始めてるんだよね。 で、えー、この鉄柵に加えてですね、今回壁まで建設を始めてしまったことは、これら一連の反統一指針を単なる宣言ではなくて、物理的にも進めていく意向を示したものと考えられます。えー、え金正恩総書記は今年に入って、北朝鮮憲法に明記をされた、は北半部、えー、自主、平和統一、民族大団結などの用語をですね、削除する憲法改正の必要性を訴えてきました。その後もですね、北朝鮮は、平壌に設置をされていた、祖国統一、えー、三大憲章記念塔を撤去しまして、 え、え、韓半島全体を意味する、え、三千里というですね、三千里でいいのかな、という言葉もですね、削除をしました。さらに、統一戦、統一戦線部の名称を、労働党中央委員会10局にですね、変更するなど、統一を目指す意味を含む、これ統一という言葉とかね、を含むですね、組織名称も改変をしました。北朝鮮はですね、子供の名前もですね、統一、トンイル、韓国、ハンググ、ハナ一つなどと、などとしないように指示をしてですね、海外交換に置いていた統一関連の書籍も、 なんと、廃棄をしました。これ本気だね、これ、金正恩ね。え、憲法からですね、平和統一、民族大団結などの言葉を排除するため、え、北朝鮮では今月末にも最高人民会議を招集して、憲法改正を進めるのではないかという見方も浮上していると。え、北朝鮮はですね、え、今月の下旬にも、え、朝鮮労働党中央委員会全員会議のですね、開催を予告しているが、この場でですね、え、敵対的な二国間関係の設定に向けた議論を行った上で、憲法改正に着手をする可能性が高い でも、ここだけはいいな。憲法改正、俺たちもやりたいよね。日本もやりたいよね。なんか、北に全部いろいろ先越されるのむかつくよね。まあ、い,いや。えっとですね。どこだっけ、どこだっけ。えー、韓国統一部はですね、え、最高人民会議後に外務省を通じて、えー、ご、えっ、ー、と、た対、韓国の措置をですね、発表するのか、あるいは、えー、こう、なんていう、警備戦断絶っていうのかな、をですね、一層明確に示す行動に出るかもしれないと予想している。えー、またですね、北朝鮮が主張してきた、海上境界線の一方的な宣布、あるいはですね、戦術的な挑発、 を行うですねえ。可能性も考えられるとえ、専門家は警告をしている。つまりえ、韓国に対するですね。北朝鮮のですね。軍事的な行動がえスカレートする可能性があるね。という話なのね。はい、ドイツのベルリンの壁がですね。崩壊してから35年南北を分けるですね。24。8キロの軍事境界線に新たに壁が建設をされればえ、中国ロシアとアメリカとの対立による新冷戦の到来を主張するえ、第二のベルリンの壁になってしまいそうである。とえ、北朝鮮によるですね。9000ライン付近での壁建設について専門家からは？ 脱北経路の封鎖に加えて物理的な壁の視覚的な効果を最大限に活かしええ国内外にメッセージを発信する意図があるのではないだろうかとの見方も出ているとえさらにですね北え金正恩総書記が壁を建設して国境を管理してえ北朝鮮国内の支配力を強化する必要が出てきたほど北朝鮮内部の国内の動揺が根強いのではないだろうかという見方もあるとまあ確かにです、ね、これこれあるよね確かにねえ軍事専門家は今年11月のアメリカ大統領選挙を前に北朝鮮は壁を建設することで アメリカとの交渉力を高める狙いがあるとも考えられると指摘をしたという形でねえ誰もですね韓国ですらですね狙いは何だろうあれかなこれかなでもどうだろうという状況なんだよねそのくらい唐突な北朝鮮の壁建設なんでございますはいえ、この壁建設をめぐってはですね多分ねこれからね面白い推論がいっぱい出てくると思いますのでまたシンボリックなものがあったらですねちょっとお伝えしたいなと思いますはいということでですねこれねちょっとね これね、昨日もね、ニュースで流れてたらしいんだけど、見落としてるな、みんな知ってた知ってたはい。え、ね、ベルリンの壁がなくなってですね、ね、だんだん世界は平和にね、なっていってるような気もしてるんだけれども、アジアはどんどん混乱してますね。はい。え、この北朝鮮のですね、壁問題、壁建設問題、これベルリンの壁ではなくて、これ何の壁って言われるんだろうな。なあ。これ何の壁だろうね。うんこ風船の壁から、んだろうな。何だろうな。またね、シンリックなニュースがあったらですね、またお伝えしたいなと思いますので、もしよろければチャンネル登録お願いします。というわけで、今、ま、日の動画を終わりたいと思います。バイバイ。